西暦2020年、地球に突如未知の敵対生物イーバが襲来。その強大な攻撃により世界各国は次々と壊滅。アメリカの大地もその7割がイーバの巣となった。現存する兵器すべてがイーバに対し効果を示さず、一方的な蹂躙は続き、疲弊しきった人類は滅亡の危機に瀕していた。しかしついに人類は一つの対抗手段を手に入れる。イーバの体組織と金属を結合させた生体武装を開発。この武装を改造手術で組み込んだ特殊強化兵部隊アンチが誕生した。アンチの死闘により、人類は初めてイーバ・バロン級を駆逐することに成功。この戦果をきっかけに人類は大規模な反抗作戦に乗り出した。アンチという新たな力に望みをかけて。これより諸君に本作戦の概要を説明する。作戦名はオペレーションドーン・オブ・ジ・アース、地球の夜明け作戦。これは世界各地に存在するイーバ生息圏、通称ネストのうちの一つ、アラスカネスト内に位置する敵エネルギー輸送プラントを露覚し、イーバ母星へ侵攻することを目的とした大規模作戦である。本作戦はニューヨーク、ウィスコンシンを攻略し、カナダを経て最終目的地であるアラスカ到達を目指す。特殊強化兵部隊は第7艦隊の砲撃開始と同時にニューヨークネスト上空から強襲を敢行。全隊員の降下を確認後、ニューヨークネストの中心部グランドターミナルを占拠するバロン級イーバケルベロスの討伐へ向かえ。それでは諸君らの奮闘に期待する。地べたを這いずり回るだけの時はおしまいだ。血をかけ、敵を見つけ、奴らを殲滅する。さあ、人類反撃の狼煙を上げろ。全隊、こちらビクター1。全員の降下を確認した。現時刻よりグランドターミナルに向け進軍を開始せよ。禁止のイーバにはデストロイアタックだ。
とどめの一撃を見舞ってやれ。できなさそうだ。うまくは相手の裏側に回り込め。Thank you.
この先グランドターミナル構内にバロン級の反応あり、発見次第殲滅せよ。ちゃんの登場だ。しっかり可愛がってやれ。まずは左右の首から破壊しろ。あんな無理すんなよ。バロン級ウィーバー、ケルベロスの沈黙を確認した。諸君、ご苦労。外周部隊を要請した。まずは次の作戦まで待機とする。先の戦い、ご苦労だ。ニューヨーク奪還作戦は成功。これにより人類は反撃への第一歩を踏み出した。以後、このアンダーグラウンドネットワークをウィスコンシン攻略に使用する。地下網内の敵残存勢力および地形確認の調査を。歩兵第三大隊および偵察小隊は先行して地下網調査を開始せよ。特殊強化兵部隊は次の任務に備え、自身の強化に努める。分かっていると思うが、我々アンチの装備は特殊な生体武装だ。故に一般兵とは違い、武装の配給は行われない。より強力な武器を得たいなら自分で用意するんだ。分かったな。取れているか。よし、俺が生きているうちにこの戦いの記録を残しておく。
俺たちアンチの力は絶大だ。この絶望的な状況を覆せるかもしれない。新兵たち、ジョニー、トーマスでさえ強化兵となった途端、一般兵とは比べ物にならない戦力になった。ニューヨーク奪還が成功してから部隊の士気も高まっている。希望が見えてきた。俺たちはきっとイーバに勝てるはずだ。お前たちの扱う生体武装はイーバの体組織と金属を結合させてできている。それを神経に直接つないだり体内に組み込むことで自分の体と同じように制御できる。画期的だろう。奴らの生体組織やジャンクパーツを得たらわしのところに持ってこい。すぐにでも武器を作ってやる。私の担当はあなたたち、特殊強化兵の能力開発、
あなたたちは戦闘経験を積み重ねることでさらに強くなれる。特殊強化兵理論を提唱した私が言うのだから間違いないわ。さあ、あなたの秘める可能性、私に見せてちょうだい。1時間前に帰還した先行部隊より調査報告が入った。未だアンダーグラウンドネットワーク内には多数のイーバの群れ、イーバクラスターが存在。またイーバの影響により地形が変化している部分があるため、改めて地下網の構造確認が必要とのことだ。特殊強化兵部隊アンチ、地下網への調査ポータル設置任務を発令する。地下網内のイーバクラスターを排除しつつ、複数のポイントへポータルを設置せよ。それでは最大の成果を期待する。全隊、こちらビクター1、これよりポータル設置任務を開始する。ひどいありさま。本当にここが地下鉄だったっていうの？ブサイクなワニどもがお出迎えで。うまく立ち回れ。
ポイントアルファのクリアを稼い、次のポイントへ向かう。何かに削り取られたよ。どうやったらここまで破壊できるんだ。何かいるぞ、気をつけろ。やつが潜っている間はダメージを与えられない。中から出た瞬間を狙え。ブラボーをクリア。続いてポイントチャーリーへ向かう。ザコには構うな。倒したところでいくらでも湧いてくるからな。チャーリーへのポータル設置確認後帰還せよ。